村宗平が、境港で営んでいた船問屋を描いた、A、えー、村宗平の船問屋の広告船問屋は、海鮮問屋、海藻問屋、海藻店とも呼ばれ、江戸時代から明治時代にかけて、貸子や港において海鮮などの商船を対象として、様々な業務を行った問屋のこと。ただし、講義において船宿も、船問屋に含める場合がある。積み荷の売買に関連して、 選手のために積み荷を集めたり、選手と契約を結んで積み荷を運送したりする、運送取り図に取り扱いの役目を果たした。さらに他の地域からの回線と契約を結んでこれを受け入れて積み荷の上げ下ろしなどを行って、公選を得る場合もあった。船問屋は積み荷の引き取り、売買だけではなく、積み荷の保管、管理、売買相手の斡旋仲介、相場情報の収集。 提供、船舶に関わる所税の徴収、船具や各種消耗品の販売などその扱う分野は幅広いものがあった。また、船問屋は必ずしも船を所有しているわけではなく、必要に応じて、船を行って、海船を仕立てることを専門とする者も,もおり、こうした問屋は特に付け船問屋、仕立て問屋と称した。商品を扱う荷主、輸送を行う、船主、 両者を取り継ぐ、船問屋の三社が分化するようになったのは、全国的な商品流通網が発展した江戸前期以後のことである。明治時代になると徐々に鉄道が整備されたことで、貨物輸送の主軸が陸路に移り、伝統的な船問屋は廃業するか海運業に転換した。村総平は、江戸後期に境港で船問屋を始め、一時期は、 小畑三竿面古照井卸商、煮ため買い取り扱いなど、海運関連の事業を展開し繁盛していたが、明治になると、鉄道便に仕事を奪われ、水木しげるの父が生まれる頃には、海鮮業は立ち行かなくなっていたという。昭和以降、三陸地方においては、他県の漁船が来て、三陸沖の漁場で創業するのを世話する業務で、海鮮問屋と呼ばれるものがある。漁港に訪れた、 漁船食料、燃料、氷などを供給するほか、おつなかの業務、上陸した船員の食事や宿泊の世話、船舶の関連の保険業務などを行う。現代では三陸地方にしか残っていない。正式には船主在工業というが、伝統的に海鮮と屋業を名乗る業者もいる。船宿は海鮮の船員に飲食を提供したり、止める宿泊施設。 屋形船や釣り船を扱う船宿とは異なる。ただし、船道などの上級の船員の宿泊施設のみを指し、過去などの宿泊施設は、船などと呼んで区別する場合もあった。船員の上陸、宿泊は元来規制されていたが、荷物の積み下ろしや、天候上の問題を理由とした船員の上陸、休養、宿泊が成り行きで行われるようになり、船宿が形成された。 あとには、食料、燃料、船具などの各種資材の供給や船に欠員が出た場合の補充船員の紹介、気象情報や資金貸付などの提供なども行い、飯盛女郎が置かれる場合もあった。また、現地の問屋と海鮮との仲介業務や、海産物の加工、販売、圧っ海難発生時には、船頭、船員と共に役所に出頭して来源人の役目を、 果たした。海鮮トンや船宿の間には規模の大小の違いなどはあるものの共通点も多く、両者の権営も珍しくなかった。また、両方ともあらかじめ海鮮側と客船契約を結んでいたが、時には同じ港の同業者との客争いに発展する場合があった。このため、権利関係を明確化する客船帳を作成した。伊藤重里、 ほぼ日刊糸井新聞、できることをしよう。僕らが震災後に考えたこと新庁舎2011年、P110 から131回トニヤ業、気仙沼市の企業、ありがとうございます。